どうもマジシャンのしゅんです。今回はコインが1枚だけあればすぐにできるマジックです。ぜひやってみてください。もしかしたらね、やったことある人もいるんじゃないかなと思います。まあ、それちょっとプロっぽくやったとしたらね、こんな風になりますよっていうのを動画に撮らせていただきました。今回子供にね、初めて多分やったマジックですけども、結構受けたので、お子さん相手にも本当にいいのかなと思いました。というわけで、100円玉1枚、100円じゃなくてもね、500円でも10円でも結構ですよね、用意してください。はい。どうも、マジシャンのしゅんです。どうも、みちゃんです。はい、というわけで今日はコインを使ったマジックをやってみましょう。イエイ！イエイ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 。もうすでにやってたね。もうやってた。できた。オッケー。さっきリハーサルやったもんね。はい、というわけで今回はね、100円玉を使ってね、マジックをしてみようかなと思います。はい、コインの手の貫通マジックです。いいですか？はい、見える？左手にコインがあります。はい、ね、貫通していきます。いくよ、おまじない赤ぶつだ。ふって引っ掛ける。いくよ、コインがあります。1,2,3で上がってくるよ。よく見て、おまじないをかけます。いくよ、よく見て。はい、ここにあります。はい、消えた、消えちゃいました。おしまい、おしまい。はい、というわけで、今回はコインのマジック、コイン1枚でできるマジックをやってみました。バチ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 。というわけで、まあ簡単に言うとですね、はい、こちらのコインが、左手に握って、貫通する、貫通して上に出てきますよというマジックです。100円玉があります。はい、握って、はい、この状態で振ってあげて、おまじないをかけると上に上がってきてなくなりましたと。今回はこの解説をしていきましょう。まずは、手のコインの貫通からやってみましょう。手のひらの上に乗せます。少しこの辺ですね、指先側に乗せていただいて、ちょっと軽く握ります。なので空洞を作ってあげてください。ここからピョンと出てくるわけですね。振った時にこのままスッとこう出てきて、キャッチしたものが上に行きます。ですので、このキャッチするところに手をかばすんですね。手の動きとしては右手を添えて、このままふっと言って上に左手をスナップをかけて、左手からコインが出てきてキャッチして出てくると。これを早くやってみましょう。握ってこの状態で、はい、ここに、はい、出てくると。はい、というわけで分かりやすくやってみましょう。ちょっと大きいコインを取り出してきました。この状態で、この時に、はい、握って、ちょっとこう右手のと出るぐらいまで、持ってきちゃいます。この場合はね、息を吹きかけるために上に左手を持ってくるという動作ですね。ですので、ふっと息を吹きかけてあげると、これが、はい、移動してくると。で、この時ももうすでに出てますけど、このままこすってあげて出てくる。こうすると、より貫通した感が出てくるますね。もう一回言いましょう。握ってこのまま上に持ってきてあげます。はい、で、スーッと。で、この時にですね、もうちょっとね、手を加えると、はい、ちょっとプロっぽくやってみましょう。握ってあげて、このまま、はい、移動して、もうここにあります。ありますが、この時に、はい、ちょっとサムパームします。サムパームというのは、はい、親指と人差し指で、ここに置いてあるやつをこのままちょっとこうつまむ感じですね。つまんであげて移動させて、何もないですよと。何もないところから撫でた時に、ありますね、撫でた時に置いてくる。そうすると何もないところから出てきたように見えます。はい、連動してやってみましょう。握ってこのまま
はい、移動してきました。移動してきて、あれないですね。こうするとこすったり出てくると、ただ移動するだけでしたら練習はそこまで必要ないんですけども、消えて実際パッと出てくるね、サンパムを使って流れてるのは少し難しいので、ぜひ練習をしてみてやってみてください。おまけでね、簡単な解説ですけども、最後に消失消えるというのをやっていましたので、そちらもちょっと解説をしていきましょう。はい、コインがありますね。はい、でふってやってあげると消えて、これを解説していきましょう。ですか。右手左手、やりやすい方の手で結構だと思います。まずですね、はい、普通に手のひらの上に乗せていただいて、はい、ここから握ってこのまま消えてしまう。これはですね、簡単に言うと袖の中に普通に隠してるだけです。種をお伝えするとですね、やり方としては手のひら、といえばこのまた先っぽの方ですね、はい、手の先の方にコインを置いて、この2本の指ぐらいでこう持つような感じですね。ここで持ってる感じですね。そのまま、はい、この中ですね、少しだけ空間がある、袖が長いものであればこのままストンと落とします。はい、で消える。このまま今ここにありますね、これを手首をちょっと返してこのまま置いてきます。置いてきてストンと落とします。これで消える。こうふとやられるとですね、全然わからない、マジックですので、コインバニッシュっていうものですけども、やってみてください。簡単な方法ではありますけども解説しておきました。練習がね、正直言うとこれはかなり必要なものですので、ぜひ練習をしていただいてやってみてください。そうすると本当に魔法がかかったような感じになりますね。コインが出てきて、以前コインが出てくるマジックをやりました。ですのでコインが出てきて、そして、コインが移動して貫通して、で最後にフッと今までやったものをいくつか覚えていくことによってルーティンはすぐに完成するようになりますので、前の動画も見直しながらやってみてください。というわけでマジシャンのシュンでした。また次の動画でお会いしましょう。またねー。チャンネル登録お願いします。ボタンを押してね。